製薬 DI センターの神谷と申します。いつもお世話になっております。はい、恐れ入ります。ソレントミンについてお伺いしたいんですが、はいはい、弊社の方ではですね、ソレントミン 0.25 を持っております。はい、はい、企画は一つだけでございます。あ、そうですか。はい、で、私の母が、はい、このソレントミンを服用しておりまして、はい、それでちょっとお伺いしたいんですが、はい、介護施設の方で処方されておりまして、はい、この多分 0.25 だと思うんですが、はい、0.25 をまた半分、はい、半分にして処方されてるんですが、はい、これは結局飲むとどのぐらいも期間で症状が現れるんですかね。さようでございますね。ブロチゾラムという成分なんですけれども、はい、こちら短時間で効くものにはなっておりますので、はい、ただ服用後吸収されるまでの時間は必要でございますので、はい、少なくとも服用して胃の中に入って腸の中に入ってという時間は必要でございますので、はい、少なくとも30分から1時間程度というのは一般的に吸収にかかる時間とされております。あ、もう30分から1時間ぐらいで結構もう睡眠の症状が出てくると。そうですね、人によりますけれどもってことですよね。ここで吸収されていけば血液中に入ってまいりますので、はい、効果というのは少しずつ見られていくかと存じます。知り合いに薬剤師さんもいて、はい、他の医療関係者とあと介護施設で処方されてたんで、はい、介護施設、はい、それを処方されて飲ませてる介護士さんとかのもいろいろお話を伺ったんですよ。はい、実はその介護施設でこれが15時昼間の3時に、はい、その多分 0.25 の、25の半分を飲ませているんですね。はいはい、介護関係者とか他の関係者から話が出たのは、なんで15時に飲ませるのかと。はい、で15時ってことは午後3時ですから、はい、3時に飲ませるということは、飲ませてた方に聞かせる、お伺いすると結構早い時期にもうこれは症状が出る薬ですよと。はい、となるともうそれの1時間後2時間後には、はい、睡眠を取らせたいと、はい、のためにこの15時に飲ませてるんじゃないかという話がちょっと出てきまして、はい、早く眠らせたいために、はい、午後3時頃に飲ませると、はいはい、ってことはもう介護施設としてはもう起きててもらいたくないから早く飲ませて早く眠らせると、はい、いうのがドラッグロックっていうんですけど、それ以外だと、医療関係者だと、いや、横のつながりがあるのか、はい、処方した関係者に聞いてくださいとしか、言わないもんですから、そうすると製造元、販売元の方にお伺いした方がというところでお電話差し上げてるんですが。ああ、さようでございますか。はい、ちょっと使い方についてはですね、はい、処方医さんの意図っていうのが分かりかねるので、なんとも言えないのですが、おっしゃっていただいた通り、少なくとも1時間から2時間であれば、効果が、簡単に体の中に吸収されてきますので、結局それが 0.25 の時の場合ってことですもんね。あ、 0.25 ということなんですけれども、はい、吸収速度というのはミリ数ではそれほど変わりませんので、それをじゃあ今回その2分の1という形で飲ませたらしいんですけど、はいはい、時間的には変わらない。さようでございますね。この、はい、薬を 0.25 から半分にするということは、はい、何に影響してくるんですかね。効果的にですね、はい、やはり半分量ということになりますので、はい、それだけ効果というのも少なくなるっていうのは、眠りについてからのその眠りの深さに関係してくる。さようでございますね。そこの、人にもよるんですけれども、はいはい、吸収までの時間というのは、はい、やはり胃が動いて腸が動いてということになりますので、はい、それほど違いはないと思うんですが、血液に入ってからやはりなくなっていく速度というのは、はい、早くはなると思いますので、代謝という意味では、はい、やっぱり同じように代謝されていくんですけれども、はい、そもそもの体の中に入っている量が少なければその血中濃度もどんどんすぐに下がってまいりますので、ということは飲んで効果が出始めて、6時間7時間、は
あその効果出て眠りについてるものが、まあ、多少短くなると。さようでございます。ということですよね。ところはそのようなことが考えられます。はい。なるほど。通常これを15時に飲ませるという部分では、はい、まあ製造販売元からするとどういった感じでお考えになりますかね。そうですね、まあ、少なくとも8時間程度ということの効果になりますので、はい、3時に飲まれた場合、まあ夜中にお薬の効果が切れてしまうということは確かでございます。内科医の方が処方されてて15時に飲ませてると。で、はい、通常介護施設だとそんな時間では到底考えられるような内容で飲ませてはいないと。はい。もう食事を取った後数時間後に眠る前に、はい、9時10時前に、数時間前に飲ませて、睡眠を取らせて朝方起きられるように処方すると。はいはい。まあ通常私もそうと思うんですが、それが午後3時に飲ませるとなると、じゃあそれの数時間後、1時間2時間後にはもう眠らせたいという意図があるのではないのかっていうのが、まあ意見がいろいろ上がってきたんですよ。ただちょっと申し上げられるのはですね、はい、まあ、薬としての効果的なところのみですございますが、はい、おっしゃっていただいた通り、まあ、2時間後には眠くなる、はい、効果としては8時間程度で切れてくる、はい、0.25 の半量でございますので、はい、薬としての量としては多いものではない、はいはいはい、ということにはなります、はい、なので、まあ、その患者様 のライフスタイルというのがちょっとわからないので、通常介護施設で入所しておりますんで、はい、そのサイクルで、はい、まあ、夕食はだいたい6時頃食べてと、はいはい、でそれを以前はその6時頃に一緒にそのご飯に混ぜて飲ませてたんですけど、はい、それがいつの間にかに、もっと手前3時間前に飲ませると、はいはい、言ったことってなると結局、うん、早く眠らせたいから、夕食時よりもっと前に飲ませて、もう食事取ったら早く眠れるという方向にしたんじゃないのかっていうのが介護関係者からの意見なんですよ。ございますね。本当に事実だけ飲めると、その、はい、まあ、お薬を飲めば眠くなるということでございます。そうですよね。はい。それがまあ1時間前後では、まあその人によってもってことですね。はい。はい、で、ネットでいろいろ調べてみると、やっぱりその時間までは書いてないんですけど、はい、ただ、そうですね、いつ、はい。ただ大体もうその睡眠前に服用としか書いてないんで、はい、そうですね。じゃあこれを結局医療関係者が、まあ、使い方によってはね、薬って悪用もできるわけじゃないですか、はい、ってなると、はい、じゃあ睡眠時間を何時に考えてて、はい、それを前もって、昼間の15時に飲ませるのかと、はい、いうところでちょっと問題になってきてるもんですから。やはりですね、メーカーといたしましては、まあ、薬の効果から考える、はい、使用方法ということで、はい、まあ、一般的な使い方ということで、はい、国から適用を取って、はい、医療関係者の方にこうやって使ってくださいということを申し上げておりますので、あとは結局その方処方したそのドクター任せになっちゃいますもんね。そうですね、その就寝直前に服用してくださいというふうなことはメーカーからは申し上げております。そうですね、それはネットでもやっぱり出てくるんですよ。はい、ドラッグロックっていうのは聞いたことございます？その詳しく薬で、はい、まあ、よく介護業界で言われるドラッグロックって言われるのは、薬で結局、まあ、精神病院でもどこでもそうですけど、朦朧とさせるというか、うん、薬で、行動を抑制してしまうと、抑制してしまう、はい、判断を、まあ、落として、はい、抑制して、それで、面倒を見るとはい、いう状況のものなんですけど、ただ申し上げることができるということであれば、はい、ブロジゾラムというのは、はい、睡眠導入剤ということになりますので、はい、いわゆるちょっと鎮静剤というようなおとなしくなるというようなものではなくて、本当に寝てしまうものになります、はい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 、なので、まあ、寝てしまえば起きてしまうというところがありますので、でこれを時間この15時に飲ませてるっていうのことを知らずに私が施設に面会に出向いてまして、あ、はい、夕方に食事取らせてから散歩とかさせてたんですが、あ、はい、まあこれはこの15時に飲ませてることが分かってから、あ、もしかしてはと思ったのは、はい、散歩させてるともう足から崩れるように眠っちゃうんですよ。あ、
で、それをまあ、他の関係者にいろいろ聞いてみると、それはもう完璧な薬の影響じゃないかと。15時に服用されて、散歩の時期っていうのは何時間？6時前後です。あ、6時前後ってことは3時間、はい、後ってことでございます、ね。はい。やはりその申し上げ、先から申し上げて、はい、あまり情報がなくて申し上げないんですけれども、はいはいはい、薬の特徴ということで、申し上げますと、はい、その時間帯であれば、まあ、一番お薬の効きなるほどということですよね、はい、そうすると確かに急にもう眠り込んじゃうみたいな感じで足から崩れてるっていうことが何回かあったもんですから、はい、で今回の薬の処方の仕方見て、もしかしてこれはもう完璧にその薬の影響じゃなかったのかと、はい、いうところがちょっと見えてきたもので。